近中国製サックスの思想ばかりしている SD ウィンズのマサです。今回はですね、ちゃんとしたまともな楽器になります。はい、こちらじゃん、ビフェクランポンの先祖というモデルですね。日本各地にはクランポンのですね、熱烈な支持者が多数おります。私もその一人です。まあ、ダニエル・デファイエというね、クラシカルなサックスの世界ではかなり有名な奏者の方が、使用していた、モデルです。 S1 という、モデルのプレステージというのが今の持っているこれの、元になる楽器ですね。はい、それの復刻版ということで、先祖という名前が付けられているんですね。艦隊は見て分かる通りピンク色ですね。非常に綺麗です、ピンク色。確かですが、銅の艦隊に銅メッキをかけているんですね。赤ベルトね、プレステージが言われてました。これも赤ベルト、全く変わらない、色味なんじゃないでしょうかね。もうちょっと赤かったかな、プレステージはね。はい、でも非常に再現されたいい楽器だと思います。まずですね、音色なんですが、今回ちょっと近くで取れませんでした。というのは非常にいろいろな倍音をですね含んでいるので、近くで取るとですねちょっと分かんないんですね。できればもっともっと離れた場所で、ホールとかでですね試奏をすると良さが多分分かるんじゃないかなと思います。今回ちょっと近かったのが残念なんですが、苦肉の策でちょっと離れて取ると、雑音もね入ってしまったんですが、でもこうしないとですねこの楽器の本来の良さが分かんないので、こうさせていただきました。楽器の特徴としては長さもまず違うんじゃなかったかな。設計がもうそもそも現行の楽器と全く違うんですね。S1 もくて熱烈なね支持者の方々にはおなじみですが、はい、トーンホールをですね邪魔しないようにこのように切れ込みが入っております。これはもう昔の設計思想そのままですよね。そして、嬉しいのがですね、どんな手にも対応できるようにということで、ここにこれ可変になってるんですね。見えるかな、ちょっと見えないかな。はい、レンチかなんかでこれちょっとこういじるとですね、これがですね外れて、この長さを調節できます。なので、私みたいな手の大きい人とか逆にすごく小さい人なんかはこれでかなり調節できるので、自分好みのですね手に合ったサイズのカスタマイズができるということですね。あとはそうですね、吹き心地はですね、すごくこう現行のその他のメーカーのモデルにはない、全くない吹奏感でとても気持ちいいですね、吹いててね。ふっと吹くともうパッと鳴ってくれる、そういう風な楽器になります。吹奏感がとてもいいです。音がこうさーっと伸びていく感じがしますね。で、高音も低音も本当に出しやすいんですね。現行品は結構重いんですが、どっちかというと軽いのかな、素材はどうなので重いはずなんですが、結構軽く感じますね。なのでなんていうんですか、昔のヴィンテージの楽器の良さを残した現行品のモデルという感じでしょうかね。欲しいなと思うくらいのですねクオリティのある楽器です。特にこれ今山の楽器仙台店さんのご協力で展示してあるですね、ファブリス・モレッティさんの選定品のやつを吹いてるんですが、私、何本か先祖吹いてきたんですが、この楽器が今のところ一番いいので、まだですね山の楽器の仙台店さんの方にこれ置いてあると思いますので、いい楽器を欲しい方はごチャンスかなと思います。そうですね、低音高音もう中音域も全ていい音でレガートでつながってくれるとてもいい楽器です。ただやはりちょっとね設計が他の楽器と違うのでフラジオとかはですねちょっと私途中で苦戦してましたが、指をですねいくつか削ったりだとか足したりだとかそういうふうな苦労はもしかしたらあるかもしれませんが、綺麗なですね曲を美しく当たり前に弾くということには非常に特化した楽器ですので、ぜひ吹いてみてください。ということで今回はこちらの本当にね見ても吹いても聴いても美しいというビフェクランポンの先祖、お届けしました。またね。